僕フォルテ 1>, !1 マッチョ2マッチョ3マッチョ4もマッチョでゴリマッチョおはようございまっちょフォルテです本日は僕は考えたんです僕実はオンチなんですよはい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 わかります今まで散々オンチな歌を聴かせられたってはっそうですよねしかし今回 僕は考えました。そして思ったんです。実は3日前ほどに塩ンとストリートピアノで、あんたーっていうね、曲を出しました。あ、塩ンとってでも僕は歌ってません。ピアノ弾いただけなんですけども、僕はその生歌を聴いて思いました。やっぱり歌が上手になりたいと。で考えました。科学の力を使えばいいのだと。そう、今回は、 このマイクを使ってエコーをかけるんですけども、それを使って歌ったら上手に聞こえるんじゃねん仮説を検証してきたいなと思いますょ。まず、マイク、エコーなし。僕のエンディングの曲、聴いてください。見てくれて。 ありがとね。よければグッドも押してて。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、細マッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ。マッチョ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 。みたいな曲があるんですけど。これはエコーなしでいきます。そして、科学の力を使います。今、科学の力モードです。 「見てくれてありがとうね」「よければグッドも押してて」「なんならチャンネル登録してね」「ゴリマちチョ細まちょ」

発声をもう全部エコをかけて皆さんに上手でいきたいなと思います。やっぱりね、歌が上手くなりたいんです。今 YouTube で嵐が有名じゃないですか。そのブ v を見て思いました。かっこいいなと。You a r e my soul so いつもすぐそばにある、まね、みたいな感じでね。Monster! みたいなのもね、かっこいいなと思ったんで。僕もやっぱ歌が上手になりたいなと。まあもちろんクラシックのピアニストですよ。 まあクラシックのピアニストだけどやっぱ音楽って歌が必要なんですよ。そう。歌心ってやつです。やっぱそれを身につけるためには僕は歌を上手になった方がいいんじゃないかなと思ったので、まあ、これはピアノのコンテンツとして、そう、重要なので、今回この動画を出します。ピアノの中の歌心をトレーニングするために歌を歌う練習。そういうことです。決して瞑想しているわけではございません。ピアノを上達するために歌心をつけるために、 この動画を作ります。では発声からいきましょう。<music> <music> 上手になっていません。エコーかけたら、ああ、ああ。 そんな感じで歌をちょっと今日は練習していきたいなと思いまっちゃやっぱりレモンが歌いたいでもピアノ弾くと著作権に引っかかる可能性があるからアカペラでいきます夢ならば違うなちょっとやっぱやめよう自分のやっぱ自作曲からやっぱ上手になるべきでしたね僕は調子に乗りました見てくれて 見てくれてありがとうね、えーえーえー。見てくれてありがとうね。よければグッも押してって。なんならチャンネル登録して。 ねえ。見てくれて、見てくれて、ありがとねえよければグッドをう捨てって。あれ見てくれて、ね見て、見て、見てくれて、ありがとねえよければぐっともう捨てって。一マッチョ、二マッチョ、三マッチョ、四マッチョ、五マッチョ、五リマッチョ、八マッチョ、九マッチョ、十マッチョ。うん。 ゴリマッチョこれもちょっとエコーかかってたら美しい月風になったんじゃないですかどうやったら歌が上手になるのか僕は考えてますやっぱり生の歌を聴くべきだと思うんですだからこそ塩田ンの生声を聴いて上手だなと思ったおおおあああありが 青く晴れた空、白い雲、そよ風優しく季節を眠れ。思い出すあの笑顔、そ。 そうよかぜやしく季節をよ眠れあでも逆に僕は考えましたさっきから何をやってるんだと思いますよね歌の練習ですピアノを上手になるための歌の練習ですチューリップ咲いたあれチューリップチューリップ 「お花が咲いた」「チューリップのお花がきれいに咲いた」「あの花この花黄色この花あの花赤色いチューリップチューリップお花が咲いた」 こんな感じで母親から下手くそな歌が家の外まで聞こえとるからやめてくださいと苦情が入りました今日はこんなところで僕の歌を終わりたいなと思います皆さん一緒に歌いましょう見てくれてありがとうねよければグッドも押しててなんならチャンネル登録してねゴリマチョホスマチョ マッチョ、マッスル、マッスルボーイ、マッチョ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 。ゴリ、マッチョ、ホス、マッチョ、ちょっとな、ほんまになんか、まあ、なかなか上手にならんな。やっぱ、ちゃんとした練習が必要ですわ。ここまで見てくれて、ありがとうございます。ここまで見てくれた人は、何人いるだろうか。 逆に少ないレアということで特別ソングを送りますありがとうサンキューマッチョ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 君にサンキューマッチョサンキューマッチョまたまた見てくれサンキューマッチョはい今回はかなり歌が下手となりました正直な話この動画ボツにしようかと思いましたしかし やっぱり歌が上手になりたいそんな思いでこの動画を撮りました本当に最後までいただきありがとうございましたいい音楽で癒してください僕の歌は皆さんを癒せるかなと思いまっちょ笑って癒してね 見てくれて、ありがとうね。よければグッドも押してなんならチャンネル登録してね。これマッチョ、そのマッチョ、マッチョ、マすます、ボーイ。マッチョ、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 マッチョ。